セーブできないんですよね。そこはちょっと欠点でもありますね。タリカンありますね。スーパータリカンでも前やったからな。タリカン2?2なんてあったんや。ちょっとやってみようか、じゃあ。タリカン1は前やったんですけどね。2はね、まだやってなかったと思います。まあ、さっきやってたレンダリングレンジャーにちょっと似た感じのゲームなんですけどね。いや、今日もね、ちょっとね、そんなに長い時間ゲームできないんですけど。あ、プレイできますね。スーパータリカン2。2なんてあったんやな。1はね、毎回やってるんですよね。まあ、お飲まれでいいか。まあ、さっきやってた、あれに似てるんですよね。レンタリングレンジャーみたいな感じなんですけど。コントラっぽい感じでもあるし、ほら。こういう感じなんですね。はい。似てるんですよ。さっきやってたゲームにね。あれ?死んだ?死んでもうたか?落ちたらあかんねんな、この蟻地獄みたいな。ああ、死んだ。難しいな。これ最後の残機ですもんね。お、パワーアップ。あ、そうか。これパワーアップいろいろね、いろいろ取れるんですよね。このレーザーいいですね。あ、これ乗れるのかな。ああ、死んだ。ゲームオーバーや。早っ。ちょっともう一回入れますよ。ちょっとあっけなすぎるんで。ここで一回落ちたもんな、さっきな。最初に。初めてやった時に。これいいですね。このレーザーいいですね。綺麗ですよね、虹色でなんか。今息死んだだけあるよね。スーパータリカンって確か日本は1しかなかったですよね。だったと思いますよ。2はなかったと思いますよ、日本はね。だからこれ多分外国版ってことでしょうね。Thank you.
ああ、死んだ。ゲームは、あ、ゲームはね。はい。